参加することができ、とっても光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。自己紹介から始めたいと思います。ダーラム大学で日本語の勉強してから6年間鹿児島に住んでました。2007年にロンドンに帰国してからずっと日本の企業で働いてましたが、先月より日本人はいないイギリスの会社で勤めるようになりました。ですからこの1ヶ月ほど日本語で喋れる機会はなかったですから、今日はすごいドキドキしてます本日話させていただきたいことは日本人の女性のステータスです。私は日本に住んでた外国人女性として経験があります。鹿児島の県庁で働いたこともあります。私の息子が生まれてから母親、英語の先生、そして主婦として同時に両立することがありの経験もありますから、このトピックに決めました。女性の歴史をはじめ現在のステータスとこれからどうなるということについてお話ししたいと思っております。20世紀の初めは世界中の女性たちはほぼ同じ状況にいました。女性の社会女性の社会的の地位や家庭内の地位は父親をはじめ、それから結婚してから夫に尊重され、何が起こっても自分の意見を言える立場ではありませんでした。家内という言葉は家の中という意味がある、があるので、日本人の男性の中に女性は家の中にいないといけないということを信じた人もいっぱいいました。でもところが世紀の変わり目にも男性と同じレベルで働くことができるという思想も発達して男女平等への追求が始まったのです。1900年に女性が自分のカリエを持って大学にも行って、そういうことは全部ありえないことでした。ところが20世紀の変わり目に変化が訪れました。イギリスではサフラジェットのような動きが、女性が投票できるようにできるように権利があるために戦い、男女の平等であることを論じました。日本では動きは好戦的なサフラジェットみたいにちょっと違って、それに比べたら静かなものでした。1887年に設立された厳しい女性政治活動を禁ずるために、厳しい法律のせいでもあり、日本人女性は彼女たちなりに静かな抗議したこともあります。第二次世界戦争の女性の役割が変更されました。何百万人もの男性が戦争に駆り出されたので、女性たちが男性は今までやってた仕事をしないといけないことでした。夫がいなくなって女性が家の主となりました。戦争が終わった頃に女性は前より自分の力を分かり非常に強いと感じてました。新しい憲法の平等選挙権をもらって日本の女性の立場が永遠に変更されました。1946年に全ての法的平等がなく不平等がなくなりました。1947年に労働基準法が設立され、義務的な労働時間、産休や年次休暇が取り入れ、同一賃金も決められました。ところが1947年にの法律にもかかわらず、女性の職場は差別がし続けています。1974年の女性の給料は男性の 53.9% しかなかったです。あるテレビ局で働いている女性はこう言ってました。いまだにオフィスの冷酷な現実のあることですが、女性が男性を職場の花
としてお立てている影で、仕事を人生のキャリアとして考えている女性を妨害したり、勝手に女性のお茶組みや下働きのように利用者としていることのです。有名な会社で働いている友達は妊娠してから仕事を辞めました。そしてその会社で産休後に復帰することはとても難しくて、女性社員は妊娠したら退職することは普通です。差別は当然なことだと受け入れて、システムを改心しようとしている女性はほとんどいないことはとても残念なことだと思っています。大きな問題の一つは、企業の管理職など女性の意見などを代表する女性はあまりいないことです。そうすると若い女性には模範となるやインスピレーションがなく、自分の立場を変えようとしても意味ないという気持ちがある女性が多いです。この前の選挙の時に43人の女性が日本の議会衆議院の議席を獲得しました。それは1946年から一番多かったんですけど、その会員は480の座席があるのに、それ 10% 未満ということになります。権利の面では日本人の女性はイギリスの女性と同じような考え方で、平等的な考え方を持っているんですけど、大きな違いは平等って何ですかという考え方です。パートとして働いている女性でも専業主婦でも、自分の身分は会社で働いてお金を稼いでいるご主人と平等だと思って、自分の仕事はとっても大事だと分かっています。調査によると母親と専業主婦がする仕事は無料でするのに支払わないといけない場合は、それは年間3万ポンドぐらいかかるのです。家庭の財布の紐をコントロールされているこれらの女性は高い自尊心を持ち、自分たちが評価されていると信じています。日本にいた時によく思ったんですけど、夫の給料が低くて自分の家計簿がいつも苦労だったという専業主婦何人かを財務省が雇ったら、日本は2050年では負債外になるでしょうこのスピーチのためにリサーチをしていた時には、家族たちを持ちながら自分自身のキャリアを持って成功した女性はたくさん見つけました。でもその女性は普通の日本の企業で働くことじゃなくて、自分の会社を作って自分のルールで家と仕事のバランスを取っているということでした。私はロンドンに帰ってからずっと日本の企業で働いてましたけど、1ヶ月前に日本と関係ない会社で働くことになりました。前の会社で辞めた時にはみんな、日本語使わないからもったいないでしょと言われたんですけど、自分のキャリアを考えて周りを見たら、日本マネージャーのみんなさん 95% ぐらいはみんなは男性、日本人の男性でした。で残りのマネージャーはイギリス人の男性でした。で自分のキャリアを考えて、私は将来にマネージャーになりたいので、イギリスの会社で働いた方がいいという気持ちが強かったです。私だけではなくて、才能がある日本人の女性は日本の会社でキャリアアップはできないという気持ちがあるから、海外に移る人が多いです。この問題を気づいて、特別なスキルや知識がある正社員を保持するために新しいシステムを作ろうとしている会社がいくつかあります。私の友達は鹿児島にある研究会社で働いています。その会社で女性社員が入社してからいろんなスキルとか知識をつけますけど、30代の女性社員が子供を産んだらわずか 22% しか仕事に戻らないという問題がありました。10年間の職場経験といろんな知識がある女性は会社の貴重な財産でしたので、その女性は産休後に職場に戻るように社内の託児所を設立しました。
それでその託児所が立ってから4分がもう時間がないからごめんなさい4年間経ちますのでその 22% は 74% に増えました。全然違うということです。で託児所があるからそこで働きたい女性が多いです。私の中で平等エコリティということは男性でも女性でも自分が歩みたい道を歩めることです。自分がマーガレット・サッチみたいに国の首相になりたいならなれる、自分が主婦として頑張りたいなら頑張れる、どっちでもいいということは平等という権利があります。日本でイギリスよりお母さんの仕事は大事にされていると思ってますが、日本の社会の女性の日本の社会は女性のためには職場での差別を壊滅したり仕事と家庭の両立できやすくするように徹底的な改善が必要ですと思います。で、ご清聴ありがとうございました。